I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. アーロンを倒し、ナミとココヤシ村に自由を取り、バギー、クリーク、アーロン、晴れてお尋ね者となり、上機嫌のルフィと仲間は長い航海に備えて買い物に出たが、ルフィだけは町の広場に足を向けた。その場所こそ、海賊王ゴールドロジャーが…うはぁ、これが海賊王の見た景色、そして死んだのか。ほら君、今すぐそこから降りなさい。そこは世界政府の管理下にある特別死刑台なのだ。今すぐそこから派手に死ね。あ、誰だ。ようやく会えたぜ、麦わら。なんだ、バギーか。よし、ふざけんな。相変わらずいい度胸だな、このすっとんきょうが。これからてめえの公開処刑を始める。ギャッハッハッハッ、光栄だろ。海賊王と同じ場所だ。あ、スモーカー大佐、田尻総長。なるほど、海賊同士のいざこざか。すぐに突撃を。バーカ、慌てんな。俺がこの町から海賊を逃がしたことがあるか。これより派手死刑を公開執行する。私の見込んだ男もここまでか。最後に何か言っとくか。まあいいさ、どう
うせ誰も貴様に興味など。俺は海賊王になる男だ。言いたいことはそれだけだな、クソゴム。その死刑待て。サンジ、ゾロ来たな。ゾロ、だが一足遅かったな。とにかくあの処刑台を壊すんだ。分かってるよ。やっちまいな、お前たち。そこでじっくり見物してやがれ。てめえらの船長はこれにて終了だ。全隊戦闘中。ゾロ、サンジ、スクソップ、ナミ。終わり。俺死んだ。笑った。やっぱ生きてた。もうけ。広場を包囲。海賊どもを追い込め。来た。逃げろ。さっさとこの町出るぞ。もう一騒動はありそうだ。よっはっ。あの男、死を覚悟して笑っただと。海賊王ゴールドロジャーと同じように。あいつらを追え。絶対に島から出すんじゃねえぞ。市民の避難が完了しました。攻撃を開始します。大砲を使うなんて無茶苦茶ね。砲台を抑えて攻撃を止めるのよ。スモーカーさん、私たちも出ます。ドロノアソル、待ちなさい。刀が欲しけりゃもっと強くなるんだな。私諦めませんから。おい、攻撃をやめさせろ。直接一挙捕まえた方が確実だ。今の攻撃で海賊どもはひるんでいるはず。一気に取り押さえるぞ。Stop it!
だわからねえか。黙々の身の能力で俺は自分の体を煙に変えられる。お前の能力じゃ俺には勝てねえ。悪運尽きたな。突風だ。今のうちだ。早く。お前ら走れ。今ので広場の門が開いた。ぐずぐずすんな。雷の次は突風だと。これが全て偶然か。まるで天があの男を威嚇だが、奴が何者だろうとも俺が逃がさねえ。俺の名はスモーカー、海軍本部の大佐だ。お前を海へは行かせねえ。必ず追い詰めてやるぞ。みんな急いで、あそこから逃げるわよ。俺は勇敢なる海の戦士。ここで逃げるわけにはいかねえんだ。増援を呼べ。俺は先回りして奴らを待ち伏せる。バラバラに逃げた方がいいわ。メリー号で落ち合いましょう。ルビー、俺たちは仲間のフォローだ。全員無事に逃がすぞ。ゴムゴムのやつは許せねえ。叩きのめして島を出るぞ野郎ども。逃がしゃしないよ。あの男は私のもんだからね。気圧と気温が下がり続けてる。それにあの雲、雷はさらにひどくなるわね。とすれば、飛来針を壊していけば、取っ手を妨害できるかもしれないわよ。そこのお兄さん、ちょいと助けとくれよ。いやらしい太平に追われて困ってるんだ。お
お任せくださいお姉さま。おい、港はそっちじゃねえぞ。たぶん、あの魔性の女を倒すしかねえな。それ私のことを思い出したかい？ほら、お前みたいな美女知らねえよ。まだわかんないのかい？アルビダだよ。アルビダ？ああ、コビーをいじめてた女海賊か。アルビダがどこにいんだよ。この鈍感。私がそうだっつってんだよ。私は悪魔この海で一番美しいもの、それが私さ。この世界に私にひざまずかない男はいないんだ。そして私は強い男が好き。あんたは私の…うるせえ、いやだ。この私を前にしてその態度、私のものにならないなら言い返しちゃおかないよ。されるのも今のうちだ。私は決して忘れない。あんたはこの私の顔を初めて見た男だから。さすが私の見込んだ男だね。あいじゃねえ。ナミさん、すぐに行くよ。足止めになるかしら。他にも飛来針を見つけたら壊しちゃって。
急げ。早く船を出さねえと嵐で出航できなくなるぞ。おい、これ見ろ。なんで海軍の奴らが必死に追っかけてくるのかと思ったら。え？ルフィ、あんた。俺たちはお尋ね者になったぞ。3000万ベリーだってよ。見ろ、世界中に俺の後頭部が。あんたら、事の深刻さが分かってないよね。これは命を狙われるってことなのよ。強い賞金稼ぎに狙われるかもしれないし、この額なら海軍本部だって。その通りだ。この白領の相撲が本部大佐の名にかけて、てめえら絶対に島から出さねえぞ。麦わらの一味、逃がしません。この刀は渡せねえんだよ、どうあってもな。じゃあな、先を急ぐんだ。なぜ切らない。私が女だからですか。男より力がないからって真剣勝負に手を抜かれては屈辱です。いっそ男に生まれたかったなんて気持ち、あなたにはわからないでしょうけど、私は遊びで刀を持っているわけじゃない。てめえの存在が気に食わねえ。お前のその顔、昔死んだ俺の親友にそっくりなんだ。次第にあいつと同じようなこと言いやがって。何をそんな子供みたいな真似すんじゃねえよ、このパクリ女が。失礼な。私は私で私のままに生きてるんです。あなたの友達がどんな人かは知りませんけど、侵害は私の方です。そっちがパクリじゃないんですか。なんだとこら。総長、アシギ、何やってんだ。もういいから引っ込んでろ。すいません。船長、雷を避けていきましょう。少し遠回りすりゃ安全に進めやす。ふざけんな。それじゃ俺様が雷を怖がってるみてえじゃねえか。失礼しやした。ではまっすぐ。まあ待て、奴らは豪気な俺様ならばまっすぐに突っ込んでくると思うはず。ここは奴らの裏をかいて遠回りするのも悪かねえ。やあ、
さっさと行くぞ野郎ども。船長、あいつら遠回りするみてえだな。機雷神を壊しといて正解だったぜ。俺様から逃げようったってそうはいかねえ。派手に切り刻んでやる。俺が目指すのは世界一の剣。これまで負けるわけにはいかねえんだよ。そうだった。復興の準備はまだできねえのか。そうだけは見逃してやる。寝首をかかれねえように用心しとくんだな。また来た。あいつをぶっ飛ばさねえと船を出せねえ。見苦しくあがいてみようじゃねえか。気立ちすまねえな。何をすべきかわからない。ここで必ず潰す。こいつすげえ強え。もうここで捕まるわけにはいかねえ。このゴムの三刀流三百本堂ガノン。ですが、上が何というか。俺に指図するなと、そう言っとけ。あの光を見て。島の灯台か。導きの火。あの光の先にグランドラインの入り口がある。どうする。しかし、お前何もこんな嵐の中をなあ。よっしゃ、グランドラインに船を浮かべる進水式でもやろうか。うえい。俺はウォールブルーを見つけるために。俺は海賊王。俺は大剣豪に。私は世界地図を描くため。俺は勇敢なる海の戦士になるためだ。行くぞグランドライン。やった。